いていきます。この方でございます。ズでかっ。氏名シシロボタンまさかのボタンパイセンですね。オーディションを受けた時家から近かったので一番なんなアジトの場所バレてんな東大の指導代金みたいになってる、やべで一番言っちゃいけないやつですけれども、趣味特技は趣味は工場見学です。何の話も結構好きロックス関係あるし、ね、あでもいいじゃん、こういうラボ見せなよ。確かにね、ラボは工場だけど見学して帰りそうだけどね。我々工場 あったかな満足して帰りそう、ね。じゃ続いてアピールポイント、日照簿記2級があるので、はい、経理はお任せください。あめちゃめちゃすごいじゃん、いいな、いいぞ急に、急にいいよ真面目、これ高値と組めるやん。あいいですねこれ、めちゃめちゃアピールポイント強いのになんで他こんななのアンバランスすぎなの。ここだけでいいよ、なんなら確認、ね、本人希望欄定時上がり希望です。やる気ないあ定時どうなんすか、うちって定時どうなの。うちはないけど定時上がりはいい文化だよね、うん、まあ、確かにね、そうですね、まあ、うちはないけどね、バイトだったら OK みたいなね、うん、定時まではいてくれるわけだもんね。そう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 、うん、まあうちは定時とかないけどね、うん、うん、でも24時間経理はありがてえな、うん、ね、でその他めちゃめちゃいい、特になし特になしをこんなにデカデカと書ける勇気もねすごいと思う。びっくりマークいるのかっていうマイペースそうですねだいぶそうそうですね、うん、いやでもなんか今までのホロックスにいなかった感じですし、うん、まあ全員いないだろ、有能そうではありますけれどもどうでしょう皆さん、いやでもまあ我が輩の次に有能そうだよね、うん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 、静かにしようかでもなんかラーメン作ってくれそうだしな、まあ、確かにね、趣味とか、ね、そうなんかこう感じるんだ、ラーメンの香りがする気がする。多分定時で上がってラーメン食べて帰るんだろうな、うん、これね定時でラーメン作ってもらってそれショート動画にしよう。あ、いいね、確かにいいとこしか、まあでもどうなんだろうね、これマイペースさがどう響くかですけど基本いいとこしかない気がしましたけど、ね、確かになんか敵来たら倒してくれそう、強そうだよね。家から近いってことは呼び出したら来てくれるってことだし、呼び出したら定時上がりとは言ってるけどね、あの、うんうん、別にね、あの祝日だったり休日もね、来てくれる感じが、ね、非番でも来てくれるんじゃないか、うん、あのさ、思った今回はブラック思考なんだよね結構やばいやつなんだよな今んとこ、ブラック企業の上の人みたいな考え方でちょっと、そうそうそう、真面目に取り組んでますけどね、我々、ね、3人は真面目に取り組んでおります。そう、すごい3人はおやどこの3人だろう、どうしました、どこの3人、どこの3人だ、クロエさんは、あ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 、いや、そう、肩組もうぜ、じゃあ3人でなんでだよ今、角組んでんだわ上と下で区切るなよえ、でも結構いいな、どうだろうね、日照簿記2級強くね、お金のことばっかりだな、え、やっぱうちらさ、ちょっと金のことばっかり、本当汚い部分しか出してないけど、これがあることによって結構研究費だったりとかは絞られそうですけど、はいはい、大丈夫かな、こういう、あ、確かに、ね、うん、今までバカスカ使ってた金が使えなくなっちゃう、唐揚げとかに使ってたのが、なくなります。やだよ。え、なんギャンブルとか NG そう。そう当たり前だろ。それ当たり前だろ。なぜなぜ。なぜなぜ。なぜなぜ。な、いいだろ。やっとって。いや、お前が一番ブラックじゃねえか。太鼓だよ太鼓。やだ。あ、なんか一番今まででは良いけど近いからっていうのでちょっとやる気のなさを感じるので。一週間でやめそう。なんか他の人も見つつ、でも言い寄りの保留じゃない、ね、まあ、確かに、うん、今までで一番あり、一番あり、うん、一緒に悪いことしてくれそう、うんうんうん、確かに確かに、いたずらっこそう、うん、じゃあちょっとあり、あり寄りのありっていうことで、うん、はい、じゃあ続いて、リアルファンクラブ